当にムカついたマジで。ちょろっと加熱んだだけのようわからんじじいがさ、こうやってできてさ、マジで、お、俺絶対関わりたくないし、あの人の動画撮るの行きたくない。ライジンの件出た、絶対来ると思った、マジで。びっくりしたことがあって、から日常的にやっぱ誰かが炎上しとるわけやん。で、なんか誰かが炎上しとって、なんかそれについて俺ら触れたりするわけやん。ああじゃない、こうじゃない、みたいな。でもなんか別に、普通に炎上しと人をいじったりするときって、別に、俺あんま何も思ってないわけよ。別にそんな嫌な気持ちにもなってないと、だって俺は人のこと言えんけん。いちいち他人の炎上に対して感情すら抱いてないっちゃんね。抱いてないけど、コメントだけ求められることが多い。やけん、ああ、どうやろうみたいな。ああじゃない、こうじゃないって話しとってたけど、マジで、今日の本当にムカついた、マジで。あ、なんか俺こういうこと思えるんだと思って、なんか安心したよね、ちょっと。めちゃくちゃムカついた。やばくなかった、あれ。マジでムカついた、俺。あ、まだ他人の炎上にこんな気持ちになれるんやと思って、結構感動がマジで、なんかあったね。死ぬほどムカついた、マジで、あれ。俺そんなボクシングが大好きなわけでも、格闘技がめっちゃ好きなわけでもなければよ。ね、メメさんに対して、そんなすごいファンでもないし、なのに、なんか、普通に、めちゃくちゃムカついたんやけど、あれ。その後のメイウェザーさんのさ、対応もすごかったよ。メイウェザーさんにはもちろん失礼やし、ミクル君にもクソ失礼やない。リングの上に上がっとう人ってさ、怪我する覚悟を負った人や。その日のためにさ、練習してきたよ、二人ともよ。二人とも練習してきてよ。海外から日本まで来てくれたりさ、どっちにもありえんぐらい、そのさ、別に何も鍛えてもないようなさ、ようわからんじじいがさ、お前上がってきて、お前、やばいでしょ。どっちにも死ぬほど失礼でしょ。選手が二人命削ってあのリングでやっと立てるわけやん。ちょろっと加熱んだだけのようわからんじじいがさ、ポイって出てきてさ、やばくない普通にと思ってなんか。めちゃくちゃムカついたし、でも、俺、あんまり社長のああじゃないこうじゃないに、あんまり口出すつもりもないし、別に、俺は彼女じゃないけん、社長の。社長の自由にやってほしいし、社長が好きに動いてほしいんやけど、マジで会いたくないし、絶対関わりたくない、普通に。あんま俺人にこういうこと思わんけど、マジで関わりたくなかった。気持ち悪いと思って。俺絶対関わりたくないし、あの人と動画撮るの行きたくない。なんか、その理由があるとか、真意が聞きたいとか、いろいろあるやろうけど、普通に何も弁解できないでしょ。どういうシーンがあってもあんな無理やろ。さすがに。そこにどんだけ正当な理由があっても、こう自分が海外に仕事で行くようになってから、海外の人からあったかくされるのがどれだけ嬉しいか、俺めっちゃ嫉妬つもりやけん。向こうの立場になっちゃった。例えばインドネシア行ってインドネシアの人が超あったかくされたりさ、タイ行ってさ、タイの人が超あったかくしてもらうわけ。アメリカ行って、アメリカの人からあったかくされたり、マルタ行って、マルタの人があったかくされて嬉しいわけよ。っていう、立場、向こうの立場で考えてしまって、どんな真意があろうが、どんな弁明があろうが、俺はマジで関わりたくないなと思った、普通に。俺、あの人来るなら撮影は行かないと思う。別にライジンに思い入れがあるわけでも、メイザーさんに思い入れがあるわけでも、ミクル君に思い入れがあるわけでも、ボクシングとかね、なんもなかったけど。なんもなかったけど、マジで無理やった。そう。っていうのが、俺が思ったことやったね。いや、別に前から嫌いやったわけじゃないよ。全然どういう人かも知らんかったし、うん。だけん、別に今後社長が絡んどうけんって、そこに対して俺がなんか言うのは、言うことは多分ないと思うけど、でも俺は嫌だから嫌だ。俺は嫌だから別にいいやと思って。まあでも、一個ポジティブなことを言うのであれば、今でよかったよ。ごぼうの党が当選する前でよかったくない?っていう、それだけが唯一救いやったわ。こいつが受かる前にめくれとってよかった。そう。こいつが受かった後にめくれとった。地獄やったっけ?事前にそういう人間なのがはっきり分かった。そう。それだけは結構プラスだったんじゃないの?ああいう人でも選挙で出れるんだなって思ったけん、やっぱ、ああいうので分かる選挙の大切さよ。行こうな。俺も次選挙行くわ。さすがに。ああいう人も出てくるんやなと思って。選挙だけ行こうみんな。いや、これでもなんか、それで社長を叩くのはマジで全然違うやん。まあこう多分さ、社長はほらなんか いろんな立場とかいろんな兼ね合いとか、なんかしがらみとかしなじいとかがあったりするやろけん。まあちょっと言葉に濁す感じにはなってしまったけど、その分俺がバッチリ言っとうけん。これで社長は勘弁してあげてよ。
あの人仕事もいっぱいあるし、グループを存続させようと思って、ああじゃないこうじゃない いろんな人とかと絡んで関係値作ってくれと脇役さ。それはそれで俺も普通に心が痛いけん、社長がしたいだったらさ怒っていいけど、別にそうそう、関わる人間を選ぶのも難しいやん。最初からそういうことする人間やったら社長関わってないやろさ。いいやんもう俺がこんだけ言ったっちゃけん、社長はもういいやろそう、あの人はあの人の立ち回りがあって、あの人はあの人の仕事があるけん、そうしょうがないよね。やけん、ね、そのなんか社長が責められるの俺は正直嫌だ。普通に社長頑張っても知っとけんさ、ね、それはやめてあげてよ別にじゃないって思った、うん、社長めっちゃ大変やけんさ。そうそうそう、今日も動画を見てくれてありがとう。